2022年12月21日、長崎県長崎市の三菱重工業者の長崎造船所において、昨年2021年6月に寄港されていた海上自衛隊向けの最上型護衛艦の6番艦が浸水を迎え、阿賀野と命名する式典が執り行われたよ。阿賀野の艦名は福島から新潟にかけて流れる、日本海に注ぐ一級河川の阿賀野川に由来するもので、太平洋戦争時に阿賀野型二等巡洋艦のネームシップとなって以来、海上自衛隊では初の使用となった名称だな。大日本帝国海軍時代の阿賀野は1942年に就役し、第三艦隊の中野第十戦隊の機関を務めたものの、1944年2月にトラック島の沖合でアメリカ海軍潜水艦の魚雷攻撃を受け、撃沈され艦命を終えた悲劇の艦でもあるんだよね。阿賀野型二等巡洋艦は1番艦である阿賀野イカ、2番艦の城、3番艦矢作、4番艦佐向の4隻が太平洋戦争中に建造されたが、最後の4番艦佐向以外の3隻は今の最上型護衛艦に艦名が継承された形となったぜ。現在の最上型護衛艦は今回の6番艦の阿賀野以降も、7番艦が今年2022年6月、8番艦が8月に寄港が行われており、おおむね1年に2隻ずつが寄港され、それらが順を追って就役していくサイクルを保っているな。そうだね。さて今回は、海上自衛隊の最新鋭の護衛艦、最上型6番艦の阿賀野が2022年12月21日に浸水したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまで海上自衛隊において最上型護衛艦は、予算の確定から約2年を経て寄港、寄港から同じく約2年を経て就役を迎えるスケジューリングで数を増やしてきているが、現状では22隻が建造されることが見込まれているね。最上型護衛艦は1番艦でネームシップの最上が今年2022年4月、2番艦の熊野が同年3月と、最上の機関部のトラブルにより就役順が入れ替わったが、海上自衛隊の水上戦闘艦としては最新の艦級なんだ。使用上の最上型護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルとなっており、現在の艦級の区分上ではフリゲート艦に分類される大きさだね。また最上型護衛艦は機関部にはディーゼルとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式を採用しており、燃費性能と高速性能の両立を図り、このサイズのフリゲート艦としても強力な7万馬力を発生させることが可能だぜ。この実現のためにイギリスのロールスロイスホールディング社製の MT30 ガスタービンエンジンを1機、ドイツのマン社製の 12V2833DSTC ディーゼルエンジンを2機搭載しており、スクリューは2軸となっているな。最上型護衛艦はこうした機関部の構成によって最大30ノットとされ高速の発揮を実現しているが、従来艦のように機関部専用の操縦室は設けられておらず、その始動と停止は CIC 戦闘指揮所で行う形式なんだって。さらに航行中の艦の速度の調節は艦橋から操作する方式であり、これら CIC 戦闘指揮所や艦橋に総艦要員を集中的に配置することで艦全体の運用に必要な人数の消費とかを行っており、乗組員の定数はおよそ90名と少ないんだ。昨今掲げられている消費とかを実行したってわけだね。前述した最上型の CIC 戦闘指揮所には、出入り口部分を除いて上下から見た場合にほぼ円形24基ものコンソールと、各種のモニター類が集中的に配置されており、ソーナーや機雷戦闘部門の機能も包括しているよ。最上型護衛艦は従来の艦艇と比して、コンパクトなサイズの中に対艦対空対地対戦用の各種の兵装を搭載することに加え、これまではもっと小型の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘の能力も付与されていることが特徴なんだ。対機雷戦闘用の装備として最上型護衛艦は、専用の OQ-911 ソーナーシステム、機雷排除用水上無人機 USV 及び機雷捜索用水中無人機 UUV の、2種類の無人機を運用する能力が与えられた稀有な水上戦闘艦となっているよ。
最上型護衛艦は機雷排除用水上無人機 USV に対しては電波を介した通信を行い、機雷排除用水上無人機 USV と機雷捜索用水中無人機 UUV との間では音波を用いた通信を行う形式で、対機雷戦闘への対象になるんだ。ここで最上型護衛艦が搭載している機雷捜索用水中無人機 UUV とは、三菱重工業者が製造を実施している OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機であり、2013年から4年の歳月をかけて実用化されたものだな。OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機は、直径が 533mm、全長が 4.0m、重量 900kg、最大速力7ノット、4ノット巡航時で約9時間稼働。誘導は GPS 及び INS 方式で、リチウム二次電池を動力源としているぜ。この OZZ5 自立型水中高層式機雷探知機の高周波合成開口ソーナーには、フランスの軍需企業大手のタレス社製のものが採用されており、自衛隊の装備品として外国製といえばそのほとんどがアメリカ製という中では珍しい組み合わせだろうね。確かにアメリカを差し置いて採用を決めるなんて珍しいね。タレス社はかつてはトムソン CFS という企業名であったが、2000年にイギリスの軍需企業を吸収合併を行ったことを機に現企業名に改めており、フランス政府自身が 26.4% の株式を保有する筆頭株主で国策会社と言ってよいだろうな。さてここまでは最上型護衛艦の概要や特徴について述べてきたが、現在の日本が仮想敵国としている中国、そしてロシアで同様の位置づけとみなせるフリゲート艦についてその簡単な比較を行ってみたいと思うよ。まず中国ではこのクラスでの艦艇は054型郊外型フリゲートが挙げられ、同艦は細かくは試験艦である054型郊外1型と、その改良版でかつ量産型である054 A 型郊外2型の2種類に大別することができる艦艇なんだ。量産型である 054A 型郊外2型フリゲートは、基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0 メートル、全幅が 15.0 メートル、機関部は複数のディーゼルエンジンを組み合わせた、CODAD 方式を採用、最大で27,200馬力、27ノットを発揮するとされるよ。054A 型郊外2型フリゲートは最上型護衛艦が VLS 垂直発射艦を16セル搭載予定であることに比して、倍の32セルを搭載しており、兵装という点では強力であり、すでに31隻が収益、9隻が建造中と伝えられているね。今年2022年12月に日本が安保関連3文書の改定内容に関して、中国を事実上の仮想敵国として懸念していることを盛り込んだことに反応し、遼寧らの6隻の艦隊が東シナ海に進出したがこれに 054A 型郊外2型フリゲートも含まれていたみたい。続いてロシアだけど最上型護衛艦に相当するのはアドミラルゴルシコフ級フリゲートと目され、基準排水量が4500トン、満載排水量が5400トン、全長が 135.0 メートル。全幅が 16.0 メートルの艦隊を持っているよ。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは2018年7月に1番艦が就役し、2022年12月時点までに2番艦までが就役済み、6隻が建造中と目されており、最終的には15隻が建造される可能性があると考えられているぜ。1991年に旧ソ連邦は自然崩壊を迎えたがその後継国家となったロシアでも財政難が続き、1990年代には海軍において大型の水上戦闘艦を建造する余力を完全になくしていたが、2000年以降の原油価格の高騰がその状況を変えたからね。世界的な原油価格の高騰は資源大国であるロシアに経済的な余裕を与える方向に作用し、そうした政治経済の流れの中で半ば偶然の産物とも言える悪運の強さで企画されたのが、アドミラルゴルシコフ級フリゲートだと言えると思うぜ。これをきっかけに、ロシアはさらに力を蓄えちゃったってわけだね。アドミラルゴルシコフ級フリゲートは最上型護衛艦と同様に機関部には CODAG 方式を採用。最大で5万5000馬力と30ノットを発揮し、
地平層には 054A 型郊外2型フリゲートと同じく、32セルの VLS 垂直発射管を装備しているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。